名古屋税関が2023年度上半期の貿易概況を発表好調な自動車輸出を背景に輸出額は過去最高となりました名古屋税関によりますと静岡と長野を含む中部5県の4月から9月の輸出額は12兆351億円で去年の同じ時期と比べ12.1%増え過去最高となりました 半導体不足が解消し、東海地方の基幹産業である自動車生産が急速に回復し、完成者の輸出が大きく伸びたことが主な要因です。管内の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支も53.7%伸びて、5兆3900億円余りの黒字となり、4期ぶりに増加しました。